クイズノックからの挑戦状、ユーザー参加型クイズ、クイズの Q、 そして超両門ドリル、超両門ドリルコラボスペシャルです。ありがとうございます。はい、皆さん、大丈夫か今日。あのね、今日ちょっとやることあってやばかった、大丈夫です。はい、皆さんお待たせいたしました、クイズノックからナイスガイのスガイです。はい、山本です。はい、山本さんです。ありがとうございます。お願いします。はい、大丈夫ですね。調子悪いですね。いや、大丈夫大丈夫。あの、まだ起きてる、まだ起きてる。はい、この番組はユーザーの皆さんがクイズに挑戦して最後まで残った皆さんでその日の賞金を山分けしていただくというユーザー参加型の賞金山分けクイズ大会です。はい、なんか前回に比べてね、新しい機能が増えたんですね。なんと、はい、なんかコメントとツイッターが連携できるようになった。素晴らしい。はい、素晴らしい。あの、だからあれですよ、こっちのコメント言ってるからツイッターの実況ができねえみたいなことがないわけですね。そうね、どっちもね見たいなって思ったよね。そういうことあったからね。だから今動画流れてますけど、はいはいはい、そうそう、こうやって連携するわけですよ。皆さんコメント欄の横にあるボタンを押して、でその鳥が青く光ったら、連携してる証拠ですから、はい、そのままコメント内で、投稿していただくと、ツイッターにもそうねコメントが反映される、ね、同じやつがツイッターにも行くと。そう、はい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 、だから僕が後でツイッターとか見たら、追いかけられるというわけですね。そうだね、うん、はい、同じ気分になれると。なるね。はい、そして、はい、そして今日は超両門ドリルとのコラボスペシャル回というわけで、最新の超両門ドリル4から全問出題いたします。なるほど、はいはいはい。山本さんは超両門ドリルって知ってますか？はい、もちろん知ってますよ。はい、でもね、僕が知った時はね、もう大学入っちゃったんで、参加できなかったんですよね。なるほど、ね、はい。ちなみに今、どんな高校が参加しているかは、リアルタイムで見れる、見れるらしいですね。ちょっと見てみますか。はい、全国高校ランキングを見る、ババン。ババン。21時0分現在のランキングは、1位が岡山県の創志学園高等学校。おぉ、すごい。すごい。で、2位神奈川県の横浜平沼高等学校、3位静岡県浜松南高等学校、4位海星高等学校、5位、5位東海大学附属諏訪高等学校長野県と。なるほど、すごいですね。すごいすごい。まあ、まだ全然ね。あ、全然いけると思いますよ。これはもうみんなで今から徒党を組んでね、挑戦挑戦すればランキング取れると。はいはいはい。で、今回はね、その問題に、ユーザーのみんなと一緒に挑戦できるということで、はいはいはい、素晴らしい。しかも、はい、超両門ドリルがなんと5問連続正解すると賞品がもらえるんですね。はいはいはい、はい、それにちなんで今回山本くんが5問連続正解しましたら、はい、なんとカロリーメイトがいただきます。こちら、バーン。これね、我々にもらえるってことですね。そうです、はい、僕の好きなチョコレート味です。はい、これから出す問題にね、僕が答えて5問連続正解したらこれをもらえると。そう、はい。はい、そういうこともありますね。はい、はい、あります。まあね、カロリーメイト食べるとパワー見上げてくるんで、見上げてくるんで、こう投げちゃうこともあるね。はい、そういうこともある。そういうこともあるよ。 手のパワーが抑えきれなかった。はい、実際は、うん、このカロリーメイトブロックか、うん、カロリーメイトのゼリー、こんなんありますね。ありますね、カロリーメイトのゼリー、うん、でもしくは、ボディメンテっていう緑色の、ラベルの、うんうん、ペットボトルのやつか。そうそう、うん、がもらえると。でそのうちの一つが交換できる、セブンイレブン用のクーポンが5問連続正解で発行されると。これは嬉しいですね。あ、これですね、今バナー出てます。はい、はい、まあ、こちらちょっとセブンイレブンでしか使えないクーポンですので、うん、まあ、お近くのセブンイレブンに、まあ、5問連続正解してね、そのクーポン持って駆け込むと。でボディメンテはなんと今この会場にないぐらいちょっとみんな大人気なんです。大人気ですね。もうボディメンテ飲みすぎ。俺らの分がないの。ちょっと欲しかったね。ちょっと欲しかった。2本分ぐらい欲しかった、ね。はい、で、はい、それでは今夜の山分け賞金発表いたしましょう。今夜の賞金額はこちらです。バン。バーン。10万円。はい。はい。これね、今日参加した皆さんはもう予習もできるし、確かに10万円の山分けもできるし。うん、まあ一石二鳥ってやつですね。そうですね。一石二鳥、まさにだ。はいはいはい。
そしてはい、そして今日は、開催中の超両門ドリルの問題の A、コク、ス、リー、シャーの5教科から1問ずつ出題。おー、まんべんなくですね。まんべんなくです。山本さん挑戦するんですけど、どうですか、そうですね。まあ、この天才にかかれば。まあ、そうだな。全問正解は間違いないでしょう。間違いないでしょう。間違いないと思います。はい。まあ、僕ね、クイズをね、仕事にしてますけど。いや、はいはい、はい。家帰ってから何してると思います皆さん。お？クイズしてるんですか。おい、お前これはクイズ仕事にして家帰ってもクイズしてんだよ、お前。サービス残業とか言ってるやつ聞かせてやりたいの。一生クイズしてんだから。ずっとしてるからね。はい。はい。はい。では、ウォーミングアップの時間になりました。はい、これから練習問題を出題いたしますので、この番組のクイズ、回答時間が20秒となっております。皆さんに20秒の間隔掴んでもらうために練習問題1問出題いたします。はい。さあ、いいですかね。いいですか？準備はいいですか？行きましょう。参ります。クイズの Q。はい、練習問題。来週12月1日の日曜日からグノシーライブで配信される番組は次のうちどれでしょう？養老たけしのバカの壁 .com。茂木健一郎のノートレライブ、クイズの旧シーズン2と。おぉ。はい、どれでしょうかね。で、もう今皆さんのところにはね、選択肢見えてると思いますので、はい、練習を。練習ですね。はい。欲しいですよ。20秒のね、感覚も掴んでいただきながらね。はい。わかりますかね。どうでしょう。超難問。確かに。これは難問ですよ。わかるかな、わからないかなというところですが、まあ、はい、では。はい。時間切れましたかね。はい。じゃあ正解見ていきましょうか。はい、正解はこちら。ドーン。はい、クイズノックシーズン2。クイズノック9ですか。クイズノック9ですね。クイズノック9シーズン2。新しいクイズノックかな。新しいクイズノックではないです。クイズノック9シーズン2ということで、正解の方おめでとうございます。はい。ね。はい。まあ、今の感じでね、うん、まあ、4400人ぐらいの方が正解されてますけど、まあ、こんな感じで20秒って結構短いので、そうですね、考えすぎちゃうとちょっと足りなくなっちゃうんでね。で、今のはまあ超難問だったんですけど、はい、まあ、次からもうさらなる難問待ち受けておりますので、はい、どれぐらいでね考えるのやめるかって考えながらいきましょう、はい、そしてご存知の方もいるかもしれませんが、クイズの Q のシーズン2が来週から配信開始です。はい、素晴らしい、ありがとうございます。ね、ありがとうございます。今の問題の答えになってましたけども、はい、やるんですね。やりますよ、はい、やります。はい、前のシーズン同様ね、はい、各週での配信となりますので、うん、皆さん右下の i ボタンから番組予約よろしくお願いいたします、はい、そして、はい、普段からグノシー Q に参加している人にはもちろんこの機能復活カードが使えますと。はい、素晴らしいですね。何ですか、復活カードは。はい、復活カードっていうのは、はい、間違えても1回使えるアイテムのことで、まあ、毎日グノシー Q に参加したり、うん、クイズに答えたりするとどんどんもらえますので、他の曜日も参加してね、クイズに有利に、なるほど、使っていきたいな。参加すればするほど賞金がもらえるチャンスも増えるってことだ。そういうことですね。1回間違えても復活できるんだから。ああ、これは超重要アイテムでしょ。そうですね。はい、はい、さあ大丈夫ですかね。はい、それでは1問目早速いきましょう。はい、皆さん押し忘れないようにね、見てるのに参加しないの本当にもったいないですから。確かに、それはもったいない。はい、それでは1問目は社会から。社会クイズのキューン。はい、マラソンはマラトンの戦いの勝利を報告するため、兵士がマラトンからある都市までの約40キロ走ったことが由来となっていますが、そのある都市とはどこでしょう、はい、うん、選択肢はアテネ、パルタ、ローマ、スサ。あ、マラソンの発祥の語源ですね。はい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 、まあ、マラソンがマラトンから来てるのは、まあ、もう一目瞭然です。まあ、世界史なんかでもね、はい、やりますよね、マラトン戦い。そうね、はい、さあこれがどこまで走ったのが由来と。はいはい、じゃあ山本さんの答えはどれですか。はい、僕はアテネだと思います。はい、アテネということで、はい、では正解を見ていきましょうか。はい、正解はこちら、ババン、アテネということで、アテネを答えてください。お
おー、でも早速割れましたね、結構ちょっとローマが多く入っちゃってる。多いですね。まあ、でもアテネ正解していただいたのが一番多いと、はい、まあ、雪男さん、マックスさん、うん、ソラさんとか、めっちゃ思い出に残ってるな。からの、はい、素晴らしい、はい、素晴らしいです、ありがとうございます。あれですね、フェイディピデスですね。もう一回お願いします。フェイディピデスというね、兵士がね、まあ、その戦いで走ったということに由来してますからね。なるほど、人名でした、はい。フェイディピデスね。フェイディピデスですね。覚えました。はい、まあ、そこまで知ってますから、はい、抜かりないですよ。抜かりないですよ、大丈夫ですか、はい、1問目にしてこの知識量ですよ。もう、ドヤ顔するために来てますから。いや、そうよ、そういうクイズ番組にそういうとこだから。じゃあ、続いていきますか。はい、続いていきましょう、はい、続いて2問目は理科いきましょう。クイズの9。はい、はい、楽器によって音色が違う理由は音波の波の何が違うからでしょうか、うん、選択肢は波の大きさ、波の数、波の形、波の継続時間ということで、はいはいはい、まあ、大きさ、数、形、継続時間の何が違うと音色が違うんでしょうかと、うん、じっくり考えたいけどね、20秒しかないから。まあ、だから同じラの音聞いててもラッパとリコーダーで音色違いますよね。バーンって音とピーホヨローみたいな音があるけど何が違うんですかと、はい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 、そういう問題でございますよ。さあ、そろそろ時間が切れてきたんでしょうか。じゃあ山本さん、コメントどうぞ、はい、波の形。はい、波の形、山本さんの答えと皆さんの答えは合ってるか、そして正解は合ってるのかと、はい、そうですね。ということで、どうです、大丈夫ですか。いやー、まあ一応ね、物理やってますからね。はい、じゃあ正解こちら。はい、はい、波の形ということで、おめでとうございます。3373人の方、はい、トッカムさん、アイチャさん、グノさん、はい、タカさん、ピンクパンサーさんなどなど正解いただきました、ありがとうございます。まあね、うん、波の形が違うと音色、音色っていうのが変わるんです ね。ちなみに波の大きさが違うと音の大きさが違います、うん、で波の数が違うと音の高さ、波の数っていうのは何回震えるかと同じことですから、うん、音の高さ違いますと。で波の継続時間は音が続く長さなので、はい、音色の違い、音色の違いは波の形に現れるということでした。完璧ですね、はい、他の選択肢の解説もするんですよ。これが、クイズ番組です。はい、はい、じゃあどんどん参りましょう。3問目は国語です、うん、いきましょう、クイズの9。はい、オルゴールの漢字表記として正しいものは次のうちどれでしょう、うん、はい、なんか読み方もよくわからないですが、まあ、包み、いや、下げる、下げるですわ、すみません、あの土辺ではないです。大変でした。下げると、はい、まあ、自らなるものと、用のものと、まあ、縦のものと、はい、そうですね、はい、どれでしょう、どれでしょう、ね、これは自信ありますよ、僕は。これ自信ありますか。自信ありますよ。はい、どうでしょう、はい、どうでしょう、皆さんもね、お答えください。そして山本さんもお答えください。はい、僕は2番目、自明金。はい、ということで、正解どうでしょうか。はい、じゃあ正解発表していきましょう、はい、正解はこちら。はい、自明金ということで、はい、2717人の方正解です。おめでとうございます。間違えた方もね、復活カード使いますのでね、はい、はい、ぜひそのまま復活していただいて、まあ、無口なうさぎさんとか斉藤さんとかが正解してくださってると、はい、まああれですか、うん、自ら鳴るからですか。そうですね、その通りです。開けたら勝手になるんでね、なんで、はい、そういうことです。あ、ちなみに上からバイオリン、オルゴール、ピアノ、ハープを指してますね。おー、素晴らしい、はい、ここまでいけますから。これは覚えましょう、私も、はい、覚えていてください。ピアノは覚えときましょう。出ますよ、これクイズ番組、出ます、はい。はい、はい、じゃあね、4問目参りましょうか。4問目は英語です。英語です。はい、参りましょう、クイズの9。はい、野球をするはプレイベースボール、うん、柔道をするはドゥ柔道ですが、水泳をするというのは次のうちどれでしょう。はい、選択肢 take swimming、 make swimming、 go swimming、 get swimming ということで、いいですね、でしょ。あの ing の g、 スイミングーってグーってあまり強く言わなくても、もううんって終わっていいぐらいです。なんだこれはマジの発音です。あの発音記号見てください、微濁音の N になってるんで、確かにね、ちょっと変なね、スウェメン、グーいらないですよ、今回ね、発音関係ないですけどね、発音関係ないよ。
全然関係ないよ。はい、じゃあ山本さん、はい、選んだのどれでしょうか。僕はゴースイミングで選びました。はい、さあ、そして正解はこちらです。はい、ゴースイミングということで、はい、2116名の方正解、素晴らしい。はい、ちびパパさん、ローカルさん、うん、鬼嫁さんなど正解してもらいました。はい、あのね、まあちょっと、うん、スイムという意味だけでも泳ぐという意味で何やするって意味あるんですけど、うんうん、まあ今からやるぞとか、うん、行くぞ、うんね、よし泳ぎ行くぞみたいな意味で、うん、ゴースウェメンっていう言い方、あのイディアムとしてはよく出てくるので、な、一番見覚えあるっていう感じでしたね。そうですね、まあ4つの中だったらゴースイミングかなって感じですね。うん、うん、はい、というわけで、準備はよろしいでしょうか。次が最後の問題です。はい、ダン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 、シャリースババババーン、来ましたね、これ来ました。はい、はい、というわけで参りましょう。本日の最終問題は数学でございます。数学です。はい、参りましょう。クイズの Q、Z 選手は1階から3階までの階段を12秒で駆け上がることができます。Z 選手がそのペースで1階から9階まで上がるときにかかる時間は何秒でしょう。選択肢36、40、48、50。ちょっと待ってね、これね。はい、ちょっと待ちますよ。これ計算がいるやつだな、これ。これ静かにしますよ、私。はい、ちょっと皆さんの集中を乱さないように。はい、ね、はい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 。これ結構焦りますね。これ結構焦りますよ。大丈夫ですか。皆さん落ち着いてね、落ち着いて答えてくださいよ。はい、はい、じゃあもうちょっと静かにするのやめます。皆さん計算終わった頃かと思いますので、まずはじゃあ山本さん、はい、答えお願いします。はい、48秒。48秒。そんな驚きます。48秒。はい、行きましょう。正解はこちら、48秒。素晴らしい。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。カマキリさん、ナズナさん、コーヒーさん、キャンさん、コシアス、オダさんのほか、たくさんの方に正解してもらいました。48秒、どうやって計算したんですか？あれですね、1階から3階まで2回分上がって12秒で、はいはいはい、1階から9階までは8回分上がってるんで、はい、4倍ですね。なんで 12×4 で48秒かなと。素晴らしいです。思いました。はい、ついてこれますか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？ですか。俺1階から3階までで3つで次9階だから3倍じゃねっつって36秒っていうのがね、うん、これ間違いやすいかと思いますけども、引っ掛けですね。引っ掛けですよ。はいはいはい、別に引っ掛けようと思ってないけどね。落ち着いてくださいというだけでした。はい、山本さんがね、なんとなんとごまさかやさんでございます。素晴らしい、素晴らしい、えらいですね。商品のカロリーメイトでございます。ありがとうございます。いただいてきます。重要。はい。ありがとうございます。以降は、もう一個は僕は後で拾って食べる。ありがとうございます。そうですね。はい。ちゃんと拾っといてください。ちゃんと拾いますよ。はい。さあ、皆さんの賞金がね、いくらになったかは気になりますけども、どうですか、見ていきますか。はい、じゃあ、賞金獲得、獲得金額は、こちらです。パパパパパパーン。出ますか、はい、出ますか。ちょっと焦ってますか、我々が。計算しときます。計算しときます。あ、出ました、出ました。一人当たり56円ということで、優勝者はなんか1760人いらっしゃったのかな、うん、はい、おめでとうございます。はい、鬼嫁ギガデインさんと、さっきとは別の鬼嫁がギガデイン、ギガデイン使える鬼嫁が勇者だったんだろうな。敵に回したくないですね。はい、はい、というわけで、全問正解者にはアプリのメニューにある獲得商品に Amazon ギフト券のコードが届きますので、ご自身の Amazon アカウントにチャージして、はい、お使いくださいと。はいはい、はい、そして、はい、ここでキャンペーンのご紹介です。お、なんとこの超両門ドリルに5問挑戦していただいて、何問正解したかっていうスクショを貼ってツイートしてくれた人に抽選で10名様にクイズの Q のステッカーをプレゼントいたします。はい、これですね。はい、素晴らしい、これ欲しいですね。かっこいい、かっこいい。
あれですか、超両門ドリルっていうのは LINE からできるやつですかね。あ、そうですそうです。あの今回の、うん、この放送は超両門ドリルの問題使ったものだったんですけど、うんうん、そうじゃなくて実際に皆さんが LINE で超両門ドリルのに挑戦する、はい、でそれの結果が分かるようにねスクショしていただいて、うん、で Twitter で挑戦していただくと、はい、で、あ、ツイッターにツイートしていただくと、で、バナーこちらにございますので、今出てますね。はい、これ押すと両門ドリル、うん、飛ぶことができる、飛ぶことができると。うん、そこからね挑戦していただきましょう。はい、はい、お願いします。はい。さあ、そろそろ番組も終わりとなりました。うん、この後はね今日の番組について反省会するお時間も。はい、いつも通りありますので、はい、超両門ドリルとかね、今回のキャンペーンについてちょっとお話しようか、うん、そうしましょう、はい、というわけで視聴方法はね簡単ですよ。このままこのページ開いておくだけです。しばし、お別れですか。一旦、お別れ、お別れしましょうか、しましょう、はい、はい、またお会いしましょう、またお会いしましょう。びっくりした。急にね、元気になるから、ええ、はいはい、はい、お疲れ様でした。どうでしたか皆さん、正解どうでしたか、できました、できました。もう連続いけた人が1760人とかでしたか、うん、まあ結構いらっしゃるかという印象でした ね。実際にね超両門ドリルというのが、うん、まあ、どんなものなのか私も挑戦してやろうと思いますよ。お、いいですね。もう早速もう LINE でアクセスしてるんで、もういきなり開始です、開始。なんだって、私は Z 教授や食の超両門ドリル4への挑戦大変嬉しく思っているので、説明するからしっかり聞けと、まあ、聞きましょうと。なるほどね。言ってると、正解したいですと答えると、なんかわからないけど、多分ボディメンテが飲みたいので、これボディメンテ飲みたいので。大人気ボディメンテね。で、大人の諸君も頑張ります。わかんない。ちょっと、今、チャンス7回。あ、なんかチャンス7回らしいですよ、今回。今まで無制限に挑戦できたんでしたっけ。それが、チャンス7回らしいので、気をつけて、ね。そうですね。落ち着いて。落ち着いてやると。はいはいはい、で、まあ、なんかどんどん進んでいくと、で自分の高校はまだ分かんないけど、まあ、今何位だろうとか気になる、うん、あ、そう、高校ランキングも出るということで、そう、これ自分ので高校行けるんだよね。そうってそうって、皆さんもねぜひね自分の高校を応援していただいて、はい、高校生の方もね自分の高校の上位に入るようにね、はい、頑張っていただいて、頑張っていただきたい。そして、はい、やっとできましたよ、超両門ドリル4に挑戦するということで、いきますよ。いいんですか、行きますか、行きますか。お、なんかこれがちょっと待ってください、行く前にいろいろ登録しなきゃいけないのができませんでしたので、はい、登録が必要なんですね。なるほど、はいはいはい、ちょっとお待ちください皆さん。ここは今日の振り返りトークの時間なので、そうですね、まあ、でもちゃんとね僕拷問正解できましたね。いや本当に偉かった、偉いですね。落ち着いてトーク回しながら、そうだよ本当だよ、トーク回しながらクイズもやってるからね。はい、そうなんですよ、結構ねこれなかなかできないですからね。はい、あ、そうだ、シーズン2が始まりますけど、確かにシーズン2、クイズノック Q シーズン2について言えば、うん、あれですよ、また我々が問題作ってやるんですよ。そうですね、はい、今日はね超両門ドリルから、問題をお借りしてきて、皆さんにお出ししてるという感じですけど、うん、そうですね、またはい、どうですか、あ、やっと出ましたよ。第1問、国語難易度4、日本初の野球小説と呼ばれている作品は次のうちどれか。はぁ、野球小説ね、野球小説ね、これだから野球って名前つけた人が書いただろう小説だろうな、どうせ。選択肢は、山吹の一枝ですかね、アイニア・コーロ、我が輩は猫である、社用、はいはいはい、A か D でしょう、B。 お、どうなんですか、不正解。おい、もう終わりかい、不正解です。ダダーン、なんだ、不正解1、これからが本番じゃ。え、7回挑戦できます。はいはいはい、あ、乾杯ということで。
激ムズB のね、暗夜航路は志賀直哉さんのね、そうですからね、はい、どれが正解だったんだろうか、どうなんでしょう、皆さんもね、ぜひ、ね、やっていただいて、自分で答えをね、導いていただければと思います、導いていただければと思います正解は山吹のやつだそうです、うん、なるほど、一応ラッキーです、皆さん、山吹のやつですよ、山吹のやつですよこれ、なんだろう、多分野球が出てくるんですかね、野球って名付けた人が書いたのか、うん、野球が出てくるが書いてるのですね、正岡式のやつですかね、はい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 、はい、うん、もうちょっともう一回挑戦するとかするとどうなるんだろう、あ、出て、うわ、いきなり出てきた、もう一度挑戦する押すともういきなり出てきた、2回目のチャレンジじゃ、あ、これでもう2回目のチャレンジになっちゃってるのね、これ気をつけていけなきゃいけない2回目問題変わってますね、次のことわざの使い方として最も適当なものを、はい、あ、第1問ですよ、はいはい、適当なものを1つ選べ、空手部員 A 空手部員がサッカーの試合に出たらやっぱり餅は餅屋で大活躍だったよ、うん、B 運動会の 400m リレーは餅は餅屋なんだから陸上部に任せるのが一番だよ、うん、C 高校の文化祭でストラディバリウスのバイオリンを弾くなんてさすが餅は餅屋だね、 D 料理の素材は餅は餅屋というように決まった仕入れ先から買うことだね、と、なるほど、ことわざのね、使い方ですね、餅は餅屋、餅は餅屋、どれですか、うーん、どれですか、これ A と B が同じようなこと言ってるように見えるから、うん、1位に決まらないとしてなくしてなんか D にしとこうかな、大丈夫ですか、 D D ですか、大丈夫ですか、不正解さすが、不正解2と大変難しいと不正解ですね、まさかの大丈夫ですか、クイズドッグ、クイズドッグ大丈夫じゃない可能性がある、これは本当にやばいですよことわざの使い方も分かんないと思われたら困りますけど、困りますよこれ、ね、結構分かってるんだけど、まあ、たまたま、あ、餅は餅屋が分かんないだけで、たまたまね、そういうこともあるよね、これどれなんだろう、空手部員がサッカーの試合に出たらやっぱり餅は餅屋で大活躍、餅は餅屋っていうのはさ、うん、お餅を作るのとかはお餅屋さんに任せようっていうことだよね、そういうことですね、だから多分専門家に任せた方がいいよってことだよ、うん、っていうことだと思うんだよ、うん、となるととなると、あ、空手部員がサッカーの試合に出たらだから意味、え、全然違うわ、違う、もう俺もうダメだ、読めてないもん皆さんね、時間たっぷり使っていただいてしっかり読んでね、解いていただければなと思います、はい、お、そしてなんとクイズノックのチャンネル登録者がもう 99.9 万人ということで、すごい、チャンネル登録お願いします、いや、もちはもちは話してる場合じゃないよ、本当にこれ多分、ちなみに正解は B でしょうな、じゃあさっきのやつは多分 B ですね、陸上部が 400m リレー行けるっていうのは、うん、リレーは陸上部に任せようってことで、もちろんそういうことだと思います、いやはー、 あー、いや、でもいいんですよ、私の不正解はクイズノックのね、チャンネル登録者数がもうすぐ100万人で、どうなんでしょうか、もうなんかあと500人ぐらいで90いきそうですね、おすごい、はい、今日もね動画出る予定ですのでね、はい、はい、それも楽しみにしてください、お願いしますよ、はい、はい、じゃあちょっとそろそろ別れといきましょうか、うん、あのね、クイズノックも100万人を突破してまだまだ頑張っていきますし、はい、何よりもね、クイズノック Q が始まりますね、始まりますから、はい、また数ヶ月ぐらい一緒にお楽しみいただけるのかしら、うん、そうですよね、なんでぜひねご覧いただいて、もちろんこのね、激難問超両問ドリルにもね、挑戦していただいて、本当に落ち着いて問題読むと大丈夫だということが今分かったので、喋りながらやるのが良くなかったです。皆さんもね、実況しながら解かないように。そう、皆さんはね、超両問ドリル実況したら間違うから、はい、マッチングいたしましたとかってやってる場合じゃないんだよな。はい、というわけで、じゃあ、また来週からのクイズの Q も、お楽しみにしていただきつつ、今回は、ここでお別れとしましょう。はい、では、またお会いしましょう。さよなら。さよなら。